今年も来ました。人生はチャレンジだね。今年もジャンボ鶴田の墓に来ました。去年はこの後僕はね調子良くなったんですよね。今年幸先ちょっと調子悪いからね、やっぱジャンボに頼んで、やっぱねジャンピング2位、ね、空中胴詰め落とし、で最後やっぱりへそで投げるバックドロップで、ね、締めてほしいですね。俺解説したよこれ。AWA これニックボックウィックから取ったんだよこれ、バックドロップホールドでね、これわかる？三大ヘビー級選手権も天竜とかね、インターナショナルまだまだ肘にサポーターがない頃だよ。こんな UN ヘビーこれ天竜のあれだけどね、うん、すごいよもうこれ。八代志明とかと取った世界タッグとかね、もうすごいよこれ本当にね。もう強かったねこれ。今生きたらね、鶴田がね、もう一番強かったんじゃないかな、世界で。うん。やっぱりあのヒクソン・グレイシーとかね、バックドロップでこう、投げる。で、勝つって。めっちゃ人生はチャレンジだ。俺チャレンジしてないなっていうのよくわかんないこれ。うん。まあね、去年同じ時期に来たんで、またね、来年来ますよ、来年また。同じ時期に。ちょっと、ズボンが下がってきて、ちょっとケツが見そうなんだけど。これいいね。周りもね、こんなね、本田くんの後ろ姿も映るけどね。じゃあ、また来ますね。あの、ね。俺の顔も映っちゃうけどね。まあ、このぐらいにしとくかね。はい。